はい、皆さんこんにちは、カタリルームのカタリーです。今、強くなりたいガンダムオンラインやっていきたいと思います。マップはね、北極基地バトレリアないやつですね。でこんな感じにしてみました。さてどうしますかね。とりあえず4行って2方面行きたいと思うんですけど、多分ジオンはね3に流れちゃうと負けちゃうような気がするんですよね。3の流れるのが少ないと意外といけるような気がするんですけど、どうでしょうかね。さて行きますか。最近ちょっと愛用してますね、これ GP 落ちしましたね。いよいよ本日は、本日から GP 落ち。そんな速くないんですけど、ブーストが長いんでね。さてこれで3に結構いっちゃうんじゃない。3にいっちゃうと負けるわ。さてどうすっかな。意外と流れるのは少なかったかな。倒したかったわ。さて同等だね。どうすっかな。結構3に行っちゃってるかな。この上を制覇してるとね、結構いい。登れなかった。やっぱりね。ほら、4取られてるよ。最近すぎなんだよ。信じられないんですけど。これもきついな。4取られたらちょっとアウトだよね。あ、ダメだ。4取られないと3行き過ぎだよな。まあそれ書いてもしょうがないからな。3行くなっていうのに行くからね。どうすっかな、これどうもなんないな。行きすぎると必ず負けちゃうよね。4トライって終わりなんだよな。さてどうするかな。
ました。取れないときついな。いや誰も来ないね頼むわ。人は紅葉もう取らないけどね。ついてきついな。きつっちまったし、どうしようかな。されて負けるな。どうしよっか。3の人は何やってるか。エース吹き飛ばすから維持して、ここでしょ。一撃スプレーでこかされて、あれかな、逆か、向こうでこかされてスプレーでやられたって感じ。
困ったもんだ。なんか何にもできないですね。だよね。ちょっとていうか人数がすごく少なくないですか。こちらがやってるからかな。もう全部取られてるじゃん。すごいな、取られすぎだって。あのロック使ってるやつ何なんだって感じだよね。されてるからだよな。無理だよ、4取らないと3取っても。でしょ、これどっち行かなくなっちゃう。あ、どうしますかね。
かな。出るとこがないですね。どうすんの？どうにもなんないよ。最初サンダラ負けだって言っとけばよかったな。まあ、2に行ければ結構いけんかな。ここまで来て3に行くからね。2個の2に。まずにはここで。ここまで来て3行きますか。どんだけだよ。好き好き症候群。なんでロック？マジかよ。なんかこうなんかいない？誰か。直せる人いないのか。まったく。これチートだよね。ほんとこのロックをなんとかしてほしいな。まずこっからやろうよ。あ、治ってた。また4取られるね。あ、1。1になってる。1だ。だ一気倒してもな。困ったな。
スを立てられた。もう終わりだ。ダメだね、3人行き過ぎ。4と7取ってればね、3取ってもいいかなと思うんだけどね。いきなり3だけ取ってもね、4も7も取れないからね、きついかなって感じだよな。 44.92、ほとんど KD で負けてますね。3のせいだよね。これ10足んないもんね、こっちの上の人と比べるとね。まあしゃあないかなって感じですかね。これ厳しいよね。これ1枚っていうのはね、これはね、運営としてはね、ダメこれせめて3枚にしないと。だってこれ1戦で負けて5枚でしょ。ということは、4回ぐらいは最低やんなきゃいけないでしょ。で1枚だとしたら、これイベントやる意味ないもん。普通に1枚取れるからね、普段の戦闘の中で。だからこれは1枚ってダメだよね。何考えてるのかなって感じ。絶対50枚ないとほとんど出ないと思うからね。この辺でしょ出るのは。10枚出れば御の字だけど、ほとんどこの辺しか出ないと思うし、ほとんどが1枚だと思うから、そうするとこれイベントやる意味がないんだよね。だからこれさ、1枚ってダメですよね。まあどのぐらいの確率か分かんないですけどね。まあこの辺がメインでいっぱい出てくるなら分からなくはないけど、ちょっとひどいんじゃないかなって感じかな。まあ、ガシャコンチケット出るからね、普通にね、試合の中で。意味のないイベントを考えるよね、ほんとね。何考えてるのかなっていう。大人がちゃんと考えてるんだろうね。少し考えたらいいんじゃないですか。ということでね、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。